十一時十一分です。三百万ユーザーが使っているソーシャル経済メディアステップワンがコラボレーション。今日は上場企業スタートアップに転職した男の末路という記事にフォーカスします。未来読み解くヒントを探っていきましょう。解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーの北川烈さんです。北川さんは東京大学大学院に在学中。株式会社スマートドライブを創業し、代表取締役に就任。 データ活用した新しい自動車保険の開発や物流最適化のソリューション。個人向けの低額性コネクテッドカーサービス、スマートドライブカーズといった授業を展開されています。本日二度目のご登場ととす、ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず記事の内容から教えてください。 はい、えー、とそうですねこの記事はその上場企業をですね1年間でまあ退職されてスタートアップ、まあ、あのベンチャー企業に転職された男性の方の経験談なんですけれども、はい、まあ結構、周りからあの転職について批判されたりとかいろいろ言われているところをまあ乗り越えて、まあ、あの頑張っていらっしゃる方の、はい、そういうブログ記事になってましたなるほど、末路というところが気になりますね。うん なんか新しい環境でこうチャレンジすることになったっていうのをちょっとこうコメディタッチというなるほどね笑いも交えて書いてらっしゃいましたね。<laughs> ちなみにこの大企業からスタートアップへの転職っていうケースはやっぱ増えているんですかね。あと条件面でもどうなんでしょう。こういい条件になってきてるんでしょうか。そうですね。やっぱり私もこう身の回りの知人とかを見ていても、結構こ,これまでってやっぱりちょっとこう変わった人が自分で会社やって世の中変えてやるぞみたいな、うん、そういう流れだったのが、わ、ま、り、あ、とこう優秀な人のキャリアパスとして、まあ、ベンチャーでキャリア積むっていうところがまあできてきてるかなと思ってまして、はい、まあやっぱりこうスタートアップへの投資とかもまあ徐々に盛ん。 になってきてきエコシステムとして出来上がってきたのでまあやっぱりこうベンチャーだからまあ寝ないで月10万円で働こうみたいな世界じゃなくてまあやっぱりちゃんと給料とか福利厚生もまあ大企業とそこまで変わらなかったりとかまあストックオプションとかももらえてちゃんとアップサイドが狙えるようなまあそういう環境が整ってきてるんじゃないかなとは思います。なるるほどあの転職した人のの環境っていうはは変化はあるんですか そうですねやっぱり私も実際こうスタートアップ企業やっていて思うのがまあやっぱりこう人数がもちろん少ないのでまあやっぱりこう仕事内容っていうのが非常に多岐にわたってですねまあ、あなたの仕事これだよっていうこう枠があんまなくてそうですよね営業だったら営業だけってわけにもいかないですもんね、はい、そうなんですよ まあ実際うちの場合こう人事で入った役員がまあその週にちょっといろいろ大量の受注があって、うん、発送業務を一人でやったりとか全然人事然総務的な感じじゃないですね。いうん、デバイスのこう筐体を色塗りしたりとかですね、えー、全然関係ない業務もまあ率先してやったりとか <laughs> まああの全然分析業務で入ったメンバーが営業したりとかですね、うん、まあそういうことは結構日常茶飯事でまあ役職超えて仕事を行うっていうのが頻繁にあると思います。 まあそれはそうですよね人数少ないわけだからみんなで手を取り合ってっていうことをしないとスタートアップの場合はとてもじゃないけど回っってていいかないってことですよ、ね、そうですねそうですねねそうん、これはのいざ転職したけれどもいいことばかりじゃなくてこう現実とこう壁がみたいな <laughs> それズレずれがあるみたいなことっていうのはないんですか <laughs>、はい いいやあ,、えー、とあると思いますあのよくある話なんですけれどもやっぱりそのさっき申し上げたように、まあ、あなたの仕事これだよっていうのが決まってないんで、はい、自分でこう見つけてどんどんやっていかないと、まあ、ある意味こう置いてけぼりになってしまって、うん、何か仕事が降ってくるってわけじゃなくて自分で探していかなきゃいけないのでなんかこうあれ俺ってこう待ってたら実は何も仕事がないとかですね、まあ、こうもっともっとやっていきたかったのに自分で作っていけないみたいなところは結構ミスマッチとしてあるかもしれないと思いますね。うん あのーまあ、どういう人が向いてるかっていうとねだからでも例えば僕は営業だけやりたいんだ総務、うん、だけやりたいんだっていう思ってる人って世の中にどのぐらいいるのかっていうのもちょっと逆に疑問に思うところもあって、はい、いろんなことをやることによって自分は意外とこれに向いてるみたいなところの発見もあったりとかすると思うんですけど、はいはい、まどっちかっていうとそういうちょっと 積極的な人の方が向いてるのかしらねそう,するとそうです、ね、なんかその営業だけやりたいとかっていう人は実はあんまりいないんですけどですよ、ね、結構多いのがその自分でそうは思ってなくてもやっぱり大企業からベンチャーに来たから役職が上がるはずとかもっとこう自分の権限が増えるはずって思ってきてそうそうそう大企業から来たんだから <laughs> そうなんですよ名だたる一流企業から来たんだからド <laughs> ーンみたいな。<laughs> 思ったら自分で仕事作んなきゃいけないみたいなね。うん、ってなるとこう何でもお膳立てしてくれて役職が上がるんじゃないかとか裁量が増えるんじゃないかと思ってこられると意外とまあ大変かなと思います、ねうん。じゃあ改めてどういう人が向いているというふうに思いますかスタートアップに、まあ、要は転身して成功しやすい人、はい、もういや成功っていうのは正しくないかなえっとどういう人が向いてるんでしょうか 結構先ほどの答えとちょっと重なるんですけれども、はい、やっぱりその自分の役職とか待遇っていうのはまあ一旦置いておいて会社の成長のために何でもやりますとかですね何、まあ、かそういういろんな役職とか仕事が変わってもそれを楽しめる人っていうのは結果としてこういろんな仕事が回っていきますし、まあ、そうなってくると裁量ももちろん、まあ、何でもやっても OK なので。うん どんどん面白い仕事が集まってきて裁量も増えて結果として役職も上がっていくっていういいスパイラルに入る人が非常に多いと思います、ね、経営者側ですよね、はい、どういう人にこうすごくなんだろうなあの感謝心が湧きますか まあやっぱりその自分たちの会社の方向性とかに共感してくれて自分がこう給料を上げたいとか,まあなんか役職が上げたいっていうところよりも先に会社のこうビジョンとか方向性に共感してくれて私が実は一番よく見ているのはそういう,こう人として正直かとかビジョンに共感できるかとか,まあなんか地頭がいいかっていう割とことニュートラルなところを見ていてあんまりスキルっていうのは関係ないかなとは思いますあ。それはやっていくうちに 結構身についていく部分もあるし一生懸命やろうと思えば身についていてくものだとそうですし、まあ、結局いろんなことやらなきゃいけないんで、うん、まあ前職の経験がそのまままるっと使えるってことはどうせないので、まあ、それよりかはやっぱり素直にどん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 新しいことを吸収していかれるようなパーソナリティだと年齢関係なく活躍されると思います。うんうん なんか俺はこうやってしかできないんだよっいうのは一番ダメージね。ねえー、こうやって今まで成功してたんてだから、このやり方や正しいんだよ。だ北川君違うよみたいな。はい、困るわけです、ね。ですね、はい、ありました <laughs>、えー。柔軟性も大事ということで、はいえー、ありがとうございました北川さん。え、今日取り上げました上場企業からスタートアップに転職した男の末路という記事、気になった方詳しくはニュースピックスのサイトにある北川れさんのページをチェックしてください。